オーディオルネッサンスご覧の皆様、こんにちは。オーディオ輸入商社 PDL の畑山と申します。今日はデスクトップがテーマということで、デンソーテンさんのイクリプスを、私どもが使っているブルーサウンドで、パワーノードで鳴らしてみたいという、企画になります。今日はゲストとして、デンソーテンさんから白井さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ軽くちょっと自己紹介をしていただいたら。はい、イクリプスのスピーカーを製造販売しているデンソーテンの白井と申します。よろしくお願いいたします。はい、後でね、ハードの説明してもらうんですけど、その前にこのレイアウトを見てほしいんですけど、机ってのは当然、ね、いろんな作業をする場だから、デスクトップだからやはりなるべく機材はコンパクトにした方がいいという、私は個人的にはそう。そして当然ディスプレイがあるということは、ここで映画やドラマを見る、音楽じゃない、そういう使い方をすると思うので、やっぱりその画面に合わせた音のスケールもなるべく揃えた方がいいかなということで、これすごく見た目もね、視覚的バランスが素晴らしい、色調もね含めて素晴らしいと思います。でこの5つのスピーカーね、私の個人的に意見をしてもらうと、男性だとこの形すごくオーディオ的に理にかなってると思うと思うし、女性だとね、多分可愛いって人もいいんじゃないかなと思います。それでこの一つ目こそがね、また一つ目こそって言ったら悪い、おっさんなんて言うんですけど、非常にねアクセントになっていいんじゃないかなと思います。ここから最後にね主張するんですけど、その前にハードの説明をね、白井さん使いこなしも含めて、はい、簡単にお願いいたします。はい、ですね、こちらの製品は最大の特徴が、今こう見ていただいている通り仰角がつくというところでして、下に25度上に30度ですね。で左右は360度もあります。それは六角レンジ1個でできるので、こういうデスクトップの環境下において座った座席の耳の位置にこのセンターキャップを合わせたりと簡単にできるんですね。なので、このようなブルーサウンドさんのストリーミングプレイヤー、オールインワンのストリーミングプレイヤーと組み合わせていただいて、PC だったりタブレットをつないでいただくと、簡単に箱庭的なオーディオの世界、もしくは、2チャンネルシアターの世界を作れるというところが特徴かと思います。はい、さあ、フルレンジっていっぱいスピーカーついてるマルチと比べるとやっぱりレンジが狭いっていうイメージがあるんだけども、その辺は今の技術でどうなってるの？はい、こちらの製品は、上が2万5000円で、下が 80Hz まで出る形に作ってまして、これフルレンジでこういう卵型の形だけで、もう20年以上やってるので、ここの作るノウハウですね、こういうユニット一つを作るノウハウだけでもものすごく持ってまして、この製品を製品化するまでに、ユニットサンプルっていうのを、20回以上回して作ってるので、それでたどり着いてる世界観なんですよね。はい、ちなみに振動板の素材は何ですか？これはグラスファイバーです。あみあみだね。そうです、はい、グラスファイバーなんかいろいろ試したと思うけど、結果的に何が良かったの？やっぱり私たちの製品のコンセプトが、その無色透明に音を出すというところで、正確な音を再現するというところなんですけども、その際振動板自体が余計な音を出しちゃいけないんですね。これちょっと私たちのデモ機では叩きますけど、こうやって叩いた時に振動板自体が余計な音を出さない、つまり適度に内部損失が高くて、かつ大入力が入った時もここの根子自体がこうたわまないっていうようなところのバランスを追求した結果、グラスファイバーにしてるってことです。結構じゃあ硬い構成も結構ある？硬いっていう感じでね、単純にいけないんです。硬くしちゃうと今度響きちゃうんで、柔らかさと硬さのバランス、それは再生して測定して繰り返して追い込んでいく。すごい手間かかってるんだね。はい、今正確な音って言ったけど、あれだね、スタジオとかに入ってることが証明、それを証明してると思うんだけど、やっぱりある程度このサイズのイメージね、このサイズの低音出ないんじゃないの？絶対やると思うんだけど、これどうやって低音出してるの？これ稼いでいってるか。やっぱりスピーカーユニット一つで低音出そうと思うと、これも自分たちの出動機なんでおっしゃいますけど、ここのストロークが一つのポイントですね。深くこう長い、はい、長さロングで、はい、あとこの振動板外形の外周の部分というところがポイントになってくるんですけど、そこを先ほど申したように、たわまずに、かつ余分な響きを出さないように深くストロークするというところができるというのが、やっぱ低音に効いてきてるかなと思います。このキャビネットはそれに貢献してないの？キ
ャビネットのもちろん内部容積っていうのも非常に重要なんですけど、そこは何ですかね、この根子と合わせた最適なもうサイズっていうのが設計時で出てくる、はい、それに合わせて作ってるという形です。なので、うん、振動場に合わせてここをでかくすればでかくするだけいいかって言われると、そうすると違う部分もまた追加しなきゃいけないので、はい、って感じです。まあ、フルレンジだから当然ネットワーク入ってないからいろんな意味で有利だよね。それが一つの売りじゃないかな。そうですね、プロの方なんかでもこれを使ってもらう理由っていうのが、やっぱり余分な音をつけないと、録音されてるとそのまま伝えるということなので、まあ、こういったブルーサウンドさんのアンプを作っていただくと、ここから出てくるスピーカーターミナルがここの高音質に直結している状態と近い形ではなるので、うん、そういった意味でもより機械の特性が分かりやすいかなと思いますね。だからよくあるフルレンジの何かこう入ってて音を作ってるっていうことは全くないんだけどね。多分イメージしてらっしゃる何かこうコンデンサーだったりコイルだったりが入ってるって、それによって対流力を稼ぐとか、低域が出てるような効果を出すというのはやってないですね、一切。今回サブウーファーをねつけてるけども、やっぱりもっと重点、映画なんか見た時は重点をポチッと多分これをねつけてると思うんですけど、多分これとかなりのほとんど人が満足できること出るんじゃないかなと思う。その辺はどうですか？実際ですね、低域を足すと広域の方にも効いてくるっていうのがあって、まあそれは何ですか、全体がこうまとまってくるといいますか、そういった効果が非常にあるので、低音を重低音のソフトを再生するから足すということでもなくて、音楽全体を一つ段階を上げるっていうようなイメージに足してもらったらいいと思うんですね。で特に低音足してもらうと、この下にあるんですけど、こちらのウーハー自体がこのスピーカーと同じコンセプトで無色透明でという音のコンセプトを作っているので、まあ、うちのスピーカーに限らずいろんなものに合わせてもらっても合うようなレベルです。つまり遅れるってことがないので、その重低音の映画でも音楽でもこの一つのスピーカーとつながって大きいな一つのスピーカーが鳴ってるからになることができるというのが特徴なので、そういった意味でも良いかなと思います。映画見た時はやっぱ低音がないと怖い映画怖くなかったりするからね、やっぱりその重要性ね。そうですね、うん、その重要。ここから少しブルーサウンドのパワーノートの説明したいんですけども、これはですね、やはりプリメインアンプというふうに考え方、カテゴリーでいいと思うんですが、ストリーミングがついたプリメインアンプという形になります。ストリーミングサービスのおそらく一番音楽サービスが充実しているという意味で、Amazon Music Unlimited、そして Spotify、Tidal、Cobas、その他、インターネットラジオとかですね、すごく幅広く対応できます。ルンレディも対応していましたね。そして Bluetooth も、ワイヤレスヘッドに飛ばす、で受ける、両方できますし、そういう意味では多機能であるということですね。ただこういったタブレット、iPhone、あとパソコンですね、すべてどこからでも操作できるっていう、そういったアプリも、積んであります。そして、ちょっとですね、ここで一応リアパネルをちょっとね、入力をちょっと説明しておきたいんですけど、 HDMI 入力がついてるので、当然テレビとの連動 EARC 対応してますんで、それも対応してます。入力は、ミニですけども、AUX のアナログとオプティカルの兼用端子になっています。そして当然 USB のメモリーを挿すこともできます。そしてこの下部分がついているので、ほとんどの場合これで不足ないんじゃないかなというふうに感じます。でパワーは、80W×2 ですから、ほとんどの、スピーカーが鳴らせると思いますし、大型のスピーカーでもある程度普通に鳴らすことができる、そういった、雑誌社の取材でもそれを実証しているので、非常に小さくても多分やったら皆さん聞いたらびっくりするんじゃないかというような感じがいたします。コンパクトな筐体が見てると、これデジタルアンプなんですね、アナログアンプじゃないので熱もそんなに出ませんし、当然消費電力も少ないと。今のデジタルとアナログっていうのは今はね、昔みたいにデジタルアンプの音が悪いとかいうイメージは全くなくて、ハイエンドでもデジタルアンプ使ってるし、全然多分聞かなければ違和感ないんじゃないかなと思います。そしてこれもちろんほとんど iPad とかで操作できるんですけど、上部パネルでも手を近づけると、人感センサーがあるので、ボリュームとか選曲ぐらいはできます。あとメモリーの設定ですかね、そのぐらいできるようになっています。じゃあね、このセットで実際に試聴して、
レビューしましょうか。はい、私がまず1曲目聴いたのはアンマレーの曲なんですけど、これね、初めのベース、これが ねピッチが明確にしっかりですよね。あの迫力っていうんですかね、とてもあの、まあ、下にウファーついてるけども、あのとても小型スピーカーと思えない、これほとんどの人満足しちゃうんじゃないかなって感じの鳴り方でしたね。でボーカルもやっぱり定位感が素晴らしくて、やっぱりその空間表現がね得意だなってすごく分かる、そういう印象を持ちました。吉田さんどうですか。はい、私はですね、あのウーハー抜きにしてまずこの2つだけという形で考えてみても十分あの低音だったりその音の解像度っていうのは伝わったかなと思いますね、うん、特にあのボーカルの、クリアさとかそういう解像度っていうステレオイメージ、そこら辺もはっきり出たかなと思います。そう、ね、あの音楽だったらもうウーハーなくても色がないかもね。そうですね、あのさっきクラシック聴いてもこうこれ聴いてもやっぱりもうクラシックのレンジの広さ、小さい音が鳴っていきなりバンってきても全然、うん、あの破綻しないし、あの全然満足できる。そんなスケール感もねかなりですよね、サイズを超えたねスケール感全然あるし、やっぱりその辺も私としては、うん、デスクトップでベストじゃないかなと。あのやっぱりその先ほど言いました、作業するんでコンパクトに音でこのぐらいの音が出れば多分スペースファクターがない人も非常にいいんじゃないかなと思います。これ私はあまりこういう曲聴かないんだけど、やっぱ聴いて楽しいんだこれね。そうですね、あのアメリカのエレクトロポップのポップスとか、まああいうカントリーとかも全部そうなんですけど、やっぱりグラミー賞のね主催な国だけあって非常に、お金がかかってますし、録音クオリティも全部高いんですよね、うん、で日本のオーディオファンの人がこれ高音質版だよって言ってるようなクオリティに近いクオリティが普通のヒットチャートの音楽で体感できるっていうことでして、でこれはマーク・ロンソンとブルーノ・マーズのフィーチャリングしたアップダウン・ミックスという曲なんですけども、その最初に入ってくる低音の、打ち込みの部分なんですけど、そういうのの立ち上がりと立ち下がりの速さですとか声のクリアさ、それから先ほど来ずっと申し上げているステレオイメージのなんですかね、広がり方、そういったものがよく感じるかなと思いますね、うん、まあ、初めジャケット見てどんなんかなと思ってるんだろう、うん、あのこれ日頃やっぱりなんかセッティングチェックとかで使ってるの。そうですね、いろんな曲かけるんですけど、やっぱりジャズクラシックじゃなきゃいけないっていうのってそんなことないかなっていうのは私たちで、うん、やっぱり聴く音楽はその聴く人が決めるべきかなというのは僕らは思ってて、そう考えるとメーカーとしてもこういう音楽じゃなきゃいけないというようなくくりは持ってないんですね。なので最新のいい曲で録音がいいものはないかなというようなことは常にやってまして、その中の一つですね、うん、あ、そういう意味ではストリーム逆にいいよね、いろんな曲がこう出てくるし探せるし、うん、あの普段聴いてる曲の関連でいっぱい出てくるんで、まあ、私なんかね世代によって使い方違うと思いますけど、私はアナログももちろんすごくメインでやってるけど、普段これでやっぱり検索して調べて聴いてみて、あ、いいなと思うと CD なりアナログなりね買うっていう使い方をしてます。だからストリーミングってあとね、これすごく便利ですね。ブルーサウンドを多分操作という意味ではかなり上位に来るんじゃないかなと思って使い勝手ですね。だからやはり70代とか60代の人でも結構使ってる方多いので、やはりいろんな意味で便利じゃないかなと。ソースはもうね、いろいろこれって決めつけることなく、やっぱりアナログがあって CD あっていろんなものをそれに応じてね、ハイレゾもソフトによって音質違うので、やっぱりそういった使い方が正しいんじゃないかなと。白井さんなんか自分でもユーザーだと思うけど、どんな使い方してる、うん、そうですね、僕はあのそのまず、テレビ番組とかの音楽番組とか BS とかで、まあ、昔ながらのなんとかヒット USA みたいな番組とか、うん、僕大好きなんですけど、はい、ああいうのをまずこうなんか仕事しながらとか食事しながらながらにタブレットとかで録画したのを見ながら、あ、この曲いいなと思ったことをこうブルーサウンドで自分のシステムで再生してるんですね。あ、こんな録音いいんだってなるとお気に入りに入れて、でそれを今度スマートフォンでブルーサウンドで聴いてた Amazon のプレイリストを持ってて車でも聴くんですよね、うん、そうするとストリーミングの良さって家、車、それからオン・ザ・ゴーっていうか、まあ、歩いてる時に聴くところ全部境目なしにシームレスに聴ける、うんうん、これは固定のディスクだと、
昔ながらに CDR に焼いて車を入れますでこっちはこっちで iPod みたいな、そこからもだいぶ時代が進化してますし、ハイレゾでも聞けますし、いや本当にいい時代だなと。だからそういった楽しみ方に非常に僕はしてるって感じです。そう、便利だもんね、はい、東の正直 CD かけたくなりました。うん、早いね、やっぱね、早いしですね。あとたまにこう買うまでもないちょっと聴いてみたいなって曲もいっぱいあるから、うん、曲の数すごいじゃないですか。うん、久しぶりに聴いてみたいなちょっとやったらすぐ出てくるから、うん、その例えば青春時代行きたいなとかさんだけどそんなの出てきたりするからすごく便利だよね。だから私がなんかお世話になってる先輩諸経の方々のお話を伺いすると、昔は、1970年代80年代はレコードを聴くための喫茶店に行って、その店主がレア版を何枚もするようなものを持っててかけてくれると、それを聴きに行ってそこで音楽の情報を得てたっていう噂というか体験を教えていただいたんですけど、今ってそんなことしなくても、例えば Amazon Music で、プレイリストで最新洋楽ヒットチャートが僕よくかけるんですけど、そうやって聴いてずっと流れ聴きしてると、あこれいいなって出てくるじゃないですか。だから音楽に接することができる機会がものすごいあるんですよね。だからストリーミングサービスによって、今まで CD だともう音楽大好きな音楽通に聞くとか、なんか CD 専用詞を読んでこれがいいのかとか、車でラジオを聴きながらかかってた曲ってあれなんだっけって調べてってやらなきゃよかったのが、そういった手間暇を抜きにしてもういきなり最新のあの最大のアーカイブにアクセスできるっていうことがものすごいことだなっては僕はいつも思ってますね。とにかくいっぱい音楽聴きたいっていう時にはすごくいいんじゃないかな、うん、情報のその入手の仕方がストレスなく最大値で取れるっていうのが一番の魅力かなと思いますね。あとまあ今回こうやって組み合わせてみると、多分エクリプスとこのパワーモード多分ベストな組み合わせ、何度かね今の場面でお互いにね聞いてるけど、はい、かなり相性いいよね。そうですね、これをね店頭でね、ぜひこうセットでね聞いてもらうとね、皆さんまずたぶんサブでもベッドサイドでもいいんだけど、大型システムを使ってる人でもこういうシステムをねやっぱり購入してもらって普段向きに使ってもらうとすごくいいかなというふうに思います。そうですね、僕らの製品で言いますと、これはですねちょうど後ろにあるんですけど、こちらでこうネジ穴が4箇所切ってあるので、これホームシアターなんかによく使われてるんですけど、例えばこれを天井につけて角度を向けて寝室に置いてあげて、でブルーパワーノードを置いてあげると寝室で、寝ながらで先ほど言ったいろんなアーカイブにアクセスして音楽を聴くってこともできるので、デスクトップだけに限らずそういう寝室でもいいですし、リビングでもいいですし、いろんなところでこういった簡単なシステムを聴くということが楽しめるのかなと思いますね。まあ、あくまで、ね、音楽を聴くのが目的だからね。そうなんです、そこは大事だね。ハード好きな人もいるけど、我々やっぱり基本的に音楽を聴いてもらうっていうのが前提なんで、やっぱこういうシステムって普通の方でも抵抗ないんじゃない、もう。
私たちの会社は自動車部品を作っていることが、事業の主体なんですけど、で車でもよく私たちで例えるんですけど、車を運転することが目的なのか、それで得られる快適性だったりその喜びだったりを目的としているのか、それとも車を所有することが目的なのかっていうところが、結構オーディオの世界にもあるかなと思ってまして、音楽を聴くための単なる変換器って捉えてもらったら非常にいい製品かなと思うんですけど、そうじゃなくて鳴ってない時の存在感だったり、そういうなんだろう高級感だったり見た目みたいな話をすると、いやこういう選択肢じゃないかもねみたいな人も出てくるかなと思うんですけど、私たちの思いとしてはやっぱり録音されているものをそのまま出してほしいっていうだけなので、そのためにたどり着いたこういった必然の形です。でこれは、紹介遅れましたけれども、私たちのメーカーとしてのエントリー機種でして TD307M3 という製品で、1本3万3000円消費税込みの製品になっております。で1本売りしてますので、まあ1本単位から買えますし、2つのセットで6万6000円で買えると、非常に、お買い得なハイエンドシステムになれる製品かなと思います。小さいからフルで同じスピーカーで鳴らすって理想的なあれでいいね。そうですね、音質だったりもそうですし、うん、はい。ちなみに課題曲さっき聞いてウーハー付きとウーハーなし聞いたけど、うん、その差って比べないと分かんないよね。そうですね、やっぱりその桁もいいんだろうけど、その環境にもよるかもしれないですね。例えばこういったデスクトップのシステムですと4畳半、まあ、6畳という形でしたら十分壁との距離だったり、一次反射っていうのが潤沢であるんだったら低音がなくても直接音も届きますし十分感じるかなと思います。ただ少し大きめの部屋で、低音が抜けやすいよって環境であるならばウーハーを足していただいたらより実在感が出てるかなって気もしますね。今回ね聞いていただいたシステムは非常にコンパクトなんだけども実力的には本格派と言えるかと思います。まあ、こういうサイズであればねベッドサイド、サブシステムでデスクトップ、いろんなね場面で、セッティングすることができるので、スペースファクターを気にせずに最高の音を聞くということに理想に近いシステムなんじゃないかなと思います。それともそう思わない？はい、そうですね、私なんかがよく思うのがいろんなオーディオ展示会とか行ってこういう何千万ってシステムあってすごい、まあ、体育館に近いような大きさの部屋だったり大掛かりな部屋だったりとかにして鳴ってる音っていうのは確かに音を浴びるような感じがしてすごいなと思うんですけど、じゃあそれをサイズを小さくして持ってこれるかっていうと、まあ、ドラえもんのスモールライトじゃない限り無理だと思うんですよね。でその中においてこういったものを組んでもらうと何がメリットかというと、やっぱりそのハイエンドで聞いたような音がそのまんま小さく箱庭のようになれるということなんですね。具体的にどんなところかというと、やっぱり一つは解像度、二つ目がステレオイメージですね。で三つ目がその低音のキレですね。そういったところがこのデスクトップ上で自分だけに向かって再現できるっていうのがこの組み合わせの最大限の特徴だと思ってます。ですのでそういったのをぜひご体感いただきたいと思います。そうですね、自宅環境だったら多分ほとんど満足できるかなと思いますね。うん、このシステムね、私 も取引先がだんだん増えてきて、ほとんどのエリアでエクリプスもと一緒に聞く環境にあるのではないかなと思いますので、ぜひ皆さんこれを体験していただいて、サブでもメインでもいいのでぜひ購入していただければと思います。じゃあ志田さん、今日いろいろやってみてどうでした？最後。そうですね、はい、改めてこうやってデスクトップでしっかりセッティングして聞いてみたら、正直自分も子育て世代なんでリビングで音楽を聴くとかってなかなか難しいんですね。子供が Nintendo Switch やってたりとかテレビで YouTube 見たりとかしててドカンと場所取ってて、うん、お父さん音楽聴きたいからどけよとか言えないじゃないですか。だからそういった意味では改めて自分でも自分のそのデスクトップ上でこれを再現して聞くってことをやったらこういう楽しみ方あるんだなっていうことを再認識することができました。はい、私もねサブシステムでこれ見た目でもう欲しいなこんな感じでパソコン買うに欲しいなと思っちゃいました。その時安くしてねまあ2人でねお送りしてきましたけども、皆さんもぜひお店で体験してリアルに、ね、感じていただきたいと思います。本日は、シェイさんありがとうございました。どうもありがとうございました。
じゃあありがとうございました。